申し上げましたけれども、10時間かけてこちらの方に来ていただいてます。あ、もうそうです、はい、実は喋っておりました。はい、じゃあ説明済みということなので、早速始めましょうか。はい、すいません。じゃあ踊り式部の皆さんもせっかく来ていらしてもらってるので、ちょっと今小雨なんですけども、頑張ってみんなで踊りましょう。はい、お願いします。お願いします。曲でございまして、まあ、郡上鳥とは一番代表的な曲になっております。
で今日はその後に300と、ハルコマを演奏して、その後に皆さんにレクチャーをして一緒に踊って楽しんでもらおうかなと今日思ったんですけど、あまりにも今日天気がよろしいので、まあ、子供たちにいっぱい演奏していただいて、まあ、今日今多分そこに見えるんだけど、みんな人生になってるし、来てくださいとも一言も言わずに来た、こういう人たちをね、踊りすぎべーと申しまして、どれ褒め言葉なんですけど、はい、みんな踊りすぎべーの人手挙げて、はい、こういう感じになってます、はい、全然リアリトルとか何もしてないです、はい、いつも、郡上踊りっていうのは三十数夜、夏のシーズン中にあるんですけど、毎晩のように来てくれます。本当にありがたいです。まあね、踊り方も今日はもうレクチャーしませんけど、皆さん上手に踊られるかと思って、一緒については踊ってくれれば、ちゃんと丁寧に親切丁寧に、銀行のように丁寧に説明してくれますので、はい、しっかり覚えて体験いただけたらなと思います、はい、それでは続きまして300のと、ハルコマ、演奏をまずしたいと思います。ご披露させていただきたいと思います。よろしくお願いします。Oh, yeah.
ました。ハルコマというのは馬の名前でございまして、昔50というのは馬の産地でございました。馬の百馬をあしちろうさんでのハルコマ、ハルコマ。今踊っていただいたのが伝説の春駒、春駒ですね、はい、そうでございます。はい、ありがとうございました。春駒ですよ。また後でやりますからね。はい、はい、これで、ね、去年1日で2キロやってた人もいるらしいですよ。あ、そうなんですか。僕も痩せれるかな。痩せれる、はい、痩せれる。みんなあの水分抜けて2キロ痩せること確実ですので、皆さん張り切って踊ってくださいね。はい、ありがとうございます。それではですね、せっかくやみましたし、せっかくの機会なんですから、皆さんどうぞ輪の中に入って、今日は輪の中に踊らない、無料でございますから、らはい、それとですね、踊ってくれた方にはこの郡上踊りのうちわをプレゼントしたいと思いますんで、はい、あ、ちなみに今日は500枚持ってきましたんで、はい、一応手は踊ってくれた人に差し上げるんですけど、多分皆さんにあげます。優しい。はい、ですけど、せっかくの機会なんでね、実行委員長の矢野さんが配って歩いてくれるそうなんで、はい、どうぞ輪の中に、踊りが始まった途中でも全然ご自由に輪の中に入っていただいて構いませんので、よかったらいい思い出になりますし、荷物にならないお土産です。ぜひ輪の中に、途中でも構いませんのでね、はい、入ってぜひ覚えてきてください。踊りつけ目の皆さん、上手に教えてあげてくださいね。お願いします。今度郡上でお礼になんかうまいものを買ってあげますので、はい、よろしくお願いします。それではジュニアの方々、いいですか。準備の方は OK ですか。うんとかすんとか言えよ。はい、じゃあそれではまた川崎から、川崎さんでの春駒の順番で、演奏したいと思います。どうぞ途中からでも構いませんのでね、この踊りの輪の中に入って一緒に、思い出作りをしてください。それでは矢野さん、
頑張ってやりますので、お願いしますよ。はい、じゃあジュニアの皆さん、よろしくお願いします。さあ、私も入ってみようかな。皆さん、ぜひぜひ入って踊りましょう。Thank you.
ありがとうございました。川崎でした。皆さん上手に踊られますね。びっくりしました。はい、びっくりしました。あ、こんにちは。こんにちは。あ、どちらから見えましたか。はい、踊りスケベですか。はい、あ、踊りスケベさんだそうですよ。こんな、何年生でしたっけ。5年生でも踊りスケベになれるんですよ、無情では。はい、皆さんどうぞ、50人で結構なんで、踊りの輪の中に入っていただいて踊って、次はちょっと今の川崎よりちょっと難しい、踊りの一つの所作の中に2パターンある踊り、300踊りですね、次やりたいと思います。ちょっと難しいですけどね、途中からでも構いませんので、踊りの輪の中に入って皆さん踊ってみてください。OK ですか。はい、OK です。じゃあ続きまして300、皆さんよろしくお願いします。はい、流して流して流して、はい、
りましたね。ありがとうございます。ちょっとわかりましたね。ちょっとわかりました。皆さん、お待ちかね。ハルコマでございます。ハルコマは本当に簡単ですからね。一回振りかざして、振り下ろして、それだけ。これ一番簡単な踊りなんでね、参加しやすいと思いますので、どうぞ皆さん、輪の中に入って、踊ってみてください。はい、いいですか。はい、じゃあ、ハルコマ、お願いします。あしちりょうさんべのはれこまはれこま。Cheers.
はい、最後追いつきましたか。
やー。